ヤーコプ・アルユーには、ドイツの小説家、推理作家、劇作家。フランクフルト生まれ、ベルリン在住。父は、劇作家のハンス・ギュンター・ミヒエルゼン。デビュー作の、異教の闇に始まる、トルコ人私立探偵、カヤンカヤシリーズで、ハードボイルド作家として高い評価を受け、各種メディアで、ドイツのレーモンド・チャンドラー、ドイツのダシール・ハメットなどと評された。 シリーズ第3作の、やるときはやるは1992年の、ドイツミステリー大賞でドイツ語作品部門、第2位の栄誉に輝いている。また、異教の闇は、ドイツの映画監督のドーリス・デリエによって映画化、されている。なお、フランクフルトで、私立探偵を営むカヤンカヤのように作者のヤーコップ、アルユーニ自身も、トルコからの移民の偽世だという噂があったが、誤り。 他の代表作に、長編小説、マジック、ホフマンなどがある。2013年1月17日、ガンのためベルリンで死去。48歳を打つ。私立探偵、カヤンカヤシリーズハッピーバースデー、トゥアカ、メアビアエインマン、アイモルドキズミットブルーダーカマルミヤク作品の、日本語タイトルは、上記の文献に従った。ありがとうございます。